日本茨城県つくば市薄いは、茨城県つくば市の大技。郵便番号は300-4211。つくば山の南麓に位置する集落で、縄文時代の遺跡や古墳が多く見つかっている。つくば市北部の旧つくば町は北東部に位置し、つくば研究学園都市周辺開発地区に含まれる。つくば山の南麓にあたり、 山から流出する豊かな沢水に恵まれている。農業地域であり、雨水、縦の六所の三つの集落がある。北は、つくば市つくば、東は、石岡市大畑、南は、つくば市人群、西は、つくば市つくば、沼田と接する。私立小中学校に通う場合、集法つくば義務教育学校の学区となる。縄文時代中期の遺跡が、 生人薄い、六所、縦の、モハギツで発見されており、モハギツ遺跡からは、はじきやすげきの湿度もあった。モハギツは、奈良時代に、歌書きが行われた。ち、モは、仏屈とされ、夫、女が、腹の意味を持つ。このほか、赤塚古墳群、七十三塚古墳群、三つの、円墳を持つ薄い古墳群、六つの円墳を持つひきりが、池古墳群、 水木を思わせる意向のある十三使遺跡がある。南隣の神郡と同じく、薄水にも古代の上理性遺構があったが、1979年の高知整理で失われた。文字による記録では、文禄4年7月16日付の佐竹義信地行、三鶴行上内市に496国語と一章薄水という記載がある。江戸時代を通して、 北地国筑波郡に属した。当初佐竹史料であったが、慶長7年に天領、慶長11年に真壁藩領、昭法2年に旗本の井上史料、元禄年間に五院領、幕末に筑波三神社領と目まぐるしく変遷した。元禄八年に中禅寺領となったとする記録もある。この時代には、近隣の村と水争いや、 山林所有をめぐる争いを展開し、支配者である御寺院に拘束することもあった。農村であったが、筑波山への登山口として発達し、幕末には水車を利用した製粉や油絞りが行われた。明治以降は大技となり、今日まで存続している。1966年には、筑波山の観光開発が原因の山津波が発生した。 1989年、都市住民が自然や農村を体験することのできる場として、筑波ふれあいの里が開業した。ふれあいの里は宿泊、研修施設を中心に、遊歩道や冒険広場、展示館、各種体験を提供する施設を有する。雨いでは、農業従事者の減少により工作放棄地が増え、イノシシなどによる食害が増えるとともに、 地区の過疎化が進んでいる。一方、町づくり活動も行われ、里山の整備によって姿を現した滝に、六社の滝と名付ける、筑波大学の教授や学生と協力して、古民家を薄いに移築し、グリーンツーリズムの拠点とするなどの取り組みが見られる。諸説ある。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。総数。 個数、または、世帯数、人口、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、つくば駅から自動車で北へ約40分ほどの距離に、ある。六所港大神宮跡、ありがとうございます。